それではそろそろ、2時になりましたので始めたいと思います。報道関係の皆様、本日お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。今日はですね、NGO 共同、事前記者ブリーフィングと題してですね、7月の自由権規約、委員会の、日本政府報告書審査に向けてですね、日本の人権状況何が問われているのかということで、少し関係団体の方からですね、ご説明をさせていただきたいと思います。私は、司会を務めますアムネスティインターナショナル日本の川上と申します。よろしくお願いいたします。今日報道関係の方の他にですね、主催として、名前を挙げられているさまざまな団体の方も、出席してくださっています。皆さん本当にお忙しい中、ありがとうございます。ご存知のようにですね、この間さまざまな人権問題で、危惧されることが、ただ出てきております。昨年は、暮れには、特定秘密保護法案が国会の中で採択され可決され、そして相も変わらず公人による差別発言あるいは慰安婦問題に関する発言等々あります。そしてこの間非常に注目されているヘイトスピーチ、ヘイトクライムの問題、そういったこともございます。で、今回7月にジュネーブで行われる自由権規約の審査なんですけれども、まず自由権規約は、国連の人権条約諸条約の、中でも、自由権の方ですね、自由権規約は、人権諸条約の中でも、社会的規約と並んで非常に重要な、基本的な、条約というふうに考えられています。でその審査ですが、6年ぶりとなります。日本の審査6年ぶりとなります。でこの間に、さまざまな問題が今言ったように起こっている。そしてこの間積み残しにされた問題、こういったものが人権規約の委員会の方からですね、どのように審査されどのような勧告が出るか注目が集まっています。またその後8月にはですね、人種差別撤廃委員会による日本審査もございます。そういった意味でこの7月8月はですね、日本の人権状況が厳しく問われる、国連から問われることになると思います。そういった状況の中でですね、アムネスティ、それからさまざまな、今日ご発言いただく団体、それから今日の主催団体、さまざまな人権テーマで取り組んでおりますけれども、一緒にですね、力を合わせて共同で、この、委員会の方に対して働きかけていこうということで、集まりました。で、少しこれから細かいところで発言をいただきますけれども、少し簡単に、報道関係者の方に資料をご説明します。まずですね、このオリゴンであるというか A3 で、2つ折りにしてですね、あるものが、NGO レポート一覧表というものがございますが、これをちょっと開いていただくと、中に、自由権規約の条約条文が、印刷したものがございます。果たしてじゃあ一体皆さん自由権規約って何なのかということもあるかと思いますので、条約条文を、コピーしてきました。それから資料1とありますが、これは前回2008年の、自由権規約による日本に対する、勧告です。こちらの、翻訳ものです。それからですね、全てちょっとそれができないんですが、ちょっと後ろの方、その資料の後ろの方、一番最後になるんじゃないかと思いますが、資料2という形でちょっと分厚い、ものがあると思います。資料2と書いてある、ものがあると思います。すみません、順番になってないんですが、多分資料の一番後ろの方、最後の方にセットされているものではないと思いますが、その資料に、こちらは今回の審査に向けて、規約人権委員会が日本政府に質問したリストオブイシューという質問があります。そしてその質問に対して日本政府が回答した、その翻訳があります。こちらの方基本的な資料となりますので、ぜひご覧ください。それ以外今日の発言団体、あるいはその発言をしないけれども、こういった、テーマで、自由権規約に日本審査に向けて取り組んでいるという団体の資料が挟み込んでありますので、ぜひ後でご覧ください。
それではですね、早速、発言者のスピーカーの方にバトンタッチしたいと思います。まずですね、日本審査に向けて、自由権規約と日本政府の対応ということで、ヒューマンライツナウの伊藤和子さんの方から、ご発言いただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。主催団体のヒューマンライツナウの事務局長をしております、伊藤と申します。よろしくお願いします。で、私からは、自由権規約委員会が報告書審査についてという一枚紙を出しておりますので、よろしくお願いします。で、多くの、メディアの方、基本的に自由権規約のことはご存知だと思うんですけれども、日本はずっとですね、この審査を受けておりまして、で、今回が、6回目の審査ということに、なります。お承知の通り、条約上ですね、この条約上の義務をきちんと履行したかどうかについて、5年ごとにですね、政府は、委員会に対して、この自由権規約委員会に対して報告書を出さなければならないんですね。で、その報告書を、自由権規約委員会が審査をして、なかなか足りないところがあるとなりますと、勧告を出して改善を求めます。で、その改善がきちんとされたかどうかも含めて、次回に、また報告書を出し、そして、勧告を出すということが、これまでに、5回繰り返されてきて、そして今回が6回目になるということになります。で、日程ですが、レジュメに書きました通り、7月に会期があるんですけれども、日本の審査の日程は決まっております。7月の15日火曜日と、16日の水曜日になります。で、その前にですね、通常前日に NGO が行きまして、ブリーフィングというのをですね、この専門家委員会であるですね、自由権規約委員会のですね、先生方に、委員に対してするんですね。で、そのブリーフィングというのを、前日の14日に、予定するということで、NGO は、多分この、今回の主催団体を含め、50人以上の NGO の方がですね、ジュネーブで開催される、このですね、審査に参加をするということで行くのではないかというふうに、思います。で、これまでもですね、保護禁止条約は、例えば橋本発言という昨年ありまして大きく注目されましたが、ぜひですね、ジュネーブの方にもですね、記者の方に行っていただいてですね、生の情報をですね、ゲットしてきていただければというふうに思います。で、この会期7月中ずっと続いておりまして、会期の一番最後ぐらいに、最終的に日本に対する総括所見というのが委員会から、勧告ですね、が出されるということになるというふうに思います。で、最近のですね、問題、としてですね、この、6回目の審査が行われているわけですけれども、問題としては、一番大きな問題は勧告が守られないということです。で、大体ですね、いつも出される勧告というのが似ていまして、で、そして、同じような勧告を出されるんだけれども、全くそれを実施しないまま、今日に至っていると。で、そして新しい人権問題が、発生してもですね、それから、新しい例えば LGBT の問題であるとか、障害者の人権問題など、新しく注目すべき問題がですね、出てきても、なかなか追いつかないというのがですね、日本の今の現状ではないかというふうに思います。で、例えばこの5回目のですね、2008年10月の審査の際にはですね、第6パラグラフでですね、委員会は第4回政府報告書の審査後に出された勧告の多くが履行されていないことに懸念を有するというふうに、ほとんどの勧告がちゃんと実施されていないということを明確に指摘して遺憾を表明しているという状況になります。で、この2008年10月を例にとりますとですね、どんな勧告がなされたか。で、これ1998年がですね、第4回だったんですけれども、大体同じような勧告になっています。で、自由権規約委員会のですね、選択議定書を批准して、自由権規約の選択議定書を批准してほしい、第一選択議定書ですね、をですね、批准すると。それからパリ原則に基づく国内人権機関を設置するというようなことですね。で、そういったことについてもですね、やってほしいと言われているんですけど、やらないと。それから死刑ですね。死刑について廃止の前向きな検討、それから死刑が、死刑廃止が望ましいことを公衆に告知せよというふうに言われてますが、やっていない。それからいつも言われているのが死刑囚への人道的アプローチ、それから死刑執行日時の事前告知、恩赦減刑、執行延期、独居拘禁の緩和などといった問題があります。
で、それから非常に合わせて多いのが、この間冤罪というものが出てきてますますクローズアップされますが、取り調べ時間ですね、取り調べ時間が非常に長い、そして自白強要がされていると、それが代用監獄というところで行われていて、非常に、起訴前のですね、状況が非常に悪いということで、取り調べの全面可視化であるとか、証拠改、ですね、取り調べ時間の厳格な制限、代用監獄の廃止、起訴前保釈、取り調べ中の弁護人立ち会い権、それから1998年には証拠開示に関する勧告も出されましたが、そういった勧告が出されています。それから慰安婦についても一貫したですね、勧告が出されておりまして、これからお話があると思いますが、法的責任の受け入れ、謝罪、被害者の尊厳回復、訴追、保障、それから教育、といったことについてですね、勧告が明確になされていますが、ご承知の通りきちんとこれが実行されていないのが今日に来ています。表現の自由の問題、それから、これも大きいですよね、婚外子、再婚期間、婚姻年齢に対する、女性差別の撤廃という民法改正の、問題ですけれども、これも何年も前からですね、何回も繰り返し言われております。でそれから、朝鮮学校への適切な財政的支援と差別の禁止、で性的指向というのは間違、すいません、字が間違って申し訳ありませんが、性的指向に基づく、差別の撤廃、それから難民に関するですね、完全に独立した夫婦申し立て制度ですね、それから女性労働に関してもですね、本当に女性のですね、賃金が低い、女性が労働、現場で差別をされているということで、明確な勧告がですね、出されております。で最近のですね、特色はこの2008年の時も非常に勧告を実現しないということだったんですが、最近ですね、非常に政府の対応として問題なのは開き直っていてですね、国連の勧告などを実施しなくても良いというような態度をかなり鮮明にしていることではないかというふうに思います。例えば昨年でもですね、拷問禁止委員会からの所見がですね、やはり2008年のですね、自由権と同じようなものが出されたんですけれども、この勧告に関しては拘束力がないので従う義務はないというような、ですね、ことが閣議決定でですね、政府の指針として示されるというようなことがありましたし、国連特別報告者が来たりしましてもですね、個人の見解であり従わないというようなことを明確に言っているということが非常に多いということです。で、そういった中でですね、今回、を迎えるんですけれども、すでに日本政府は2012年にですね、前回この間の2008年以降のですね、条約に関するですね、報告書を出しております。で、これを受けて NGO からのシャドーレポートというのも出ております。でそれを受けてですね、先ほど資料2というので説明がありましたが、最近リストオブイシューズ方式というふうになっておりまして、委員会からですね、特に問題だと思われる問題について、具体的に質問が出されます。でそれがこちらのレジュメの3番に、書いて、おきましたことですが、これに書き入らないんですけれども、多くのところはここのあたりのことについてかなり詳細な質問が出され、日本政府がこれに対してすでに回答を出したということになってまして、さらにその回答の内容がこれでいいのかということについて NGO が再度意見表明をする機会がありまして、それが6月13日までに出されるということで、現在 NGO の方ではその対応を進めているということですし、前日のブリーフィングでもきちんと説明をするということになっております。でそうした中でですね、今回予想される勧告、これからお話しいただきますが、昨年起きましたですね、特定秘密保護法のですね、通過性癖という問題、それから最近非常に問題になっておりますヘイトスピーチの問題、袴田事件などを受けた冤罪死刑取り調べの問題、慰安婦問題、女性差別問題などといったことですね、これまでも繰り返し出されてきたことについて、今回も厳しい勧告が予想されるのではないかと思いますし、また最近の政権の下で非常に強まっております国際人権条約を軽視し、人権に対して後退していこうというような全般的姿勢についてもですね、委員会から厳しい指摘があるのではないかというふうに予想されます。以上で私から、お話を終わりにしまして、今後、皆さんからご発言をいただくことにしたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ時間が限られておりますので、引き続き、
東京教育の自由裁判を進める会の渡辺敦子さんの方からですね、7月の日本審査に向けて、現在進めている NGO の取り組みについてお願いいたします。はい、東京教育の自由裁判を進める会と、障害児の権利を国連に訴える会の渡辺と申します。NGO の取り組みを簡単に、ごく簡単に報告させていただきます。アムネスティ・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ナウの本当に呼びかけとご尽力によって、この自由権に関する NGO のネットワークの集まりを1月に持つことが、できました。そしてそこで何が私たちにはできるのだろうかっていう話し合いをしまして、3つのことを共同で、やっていこう、追求していこうということになりました。で、1つが秘密保護法と、それからヘイトスピーチに関してのレポートを共同で出すこと、から2つ目が日本から出すリストオブイシューに対する日本政府報告に対するカウンターレポート、これをこのレポートの一覧表を作成すること、から3つ目に、今日の取り組みを含めて審査前後に共同の取り組みをして、この関心を高めていく、この3つを、やっていこうじゃないかということに、決まったわけです。で、まず、ジュネーブ現地でのことなんですけれども、7月15日の午後から7月16日の午前にかけて、日本の審査が行われるわけですが、それに向けて11日に日弁連の主催で、プレイベントを、今計画しています。そして14日には12時から自由権委員会の主催の公的なブリーフィング、これが日本とアイルランド込みで1時間なんですけれども、公的なブリーフィングを行いまして、その後に引き続き NGO が共同して主催をしまして、ブリーフィングを行うということを、やっていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ今日来られた報道の関係者の方、現地ジュネーブに飛んでいただく、なし特派の方に言っていただいて、その11日のプレイベント、14日のブリーフィングに関する取材をお願いしたいというふうに思います。それからもう一点は、お手元の、A3 の一覧表をご覧ください。この A3 の裏表が、先ほど伊藤さんが言われた6月13日締め切りとなっている、日本政府に対するカウンターの日本の NGO 団体がこれから出すレポートの一覧表です。で、出す団体、レポート団体は上に書いてあります。で、見ていただいたら一目瞭然なんですが、若干説明しておきますと、一番左の側に、自由権規約の条約の箇条がずっと書いてあります。そして、3月に自由権規約委員会から出されたリストオブイシューのパラグラフに関して、その次に書いてあります。で、日弁連が今回どのようなレポートを出すのかっていう一覧表が、その次に項目にあります。そして一番右側が日弁連以外の団体が今回どのようなレポートを出すのかっていうことを、ずっと条約の項目に従って一覧表としてまとめてあります。で、括弧に LOI ってあるのはリストオブイシューのことで、リストオブイシューのパラグラフが何番なのかっていう、何番なのかということを示しているもので、ご覧いただければというふうに思います。で、この一覧表というのは、今回初めて、作成、できてたわけです。で、これは実質的に、自由権規約委員が自分が関心のある項目を探すときに、どこからどのようなレポートが、出ているのかということをパッと見れば分かるという意味で、とっても有意義なものなんですけれども、それにも増して、日本の、自由権状況の改善に向けて、日本の NGO が力を合わせて一緒にやってるんだっていうことを、やはり委員の方に分かってもらえるっていう意味で、重要な意味を持つものです。どうぞ報道各位におかれましても、この表をご活用くださればと思います。以上です。
ありがとうございます。補足しますとですね、このレポートの一覧表で全ての団体、レポートを出す全ての団体をもちろん網羅しているわけではありません。ここにある団体、参加団体がありますので、今の段階ではこの団体が、書いているということです。ただ、膨大な資料が提出される中でこういった表があると非常に委員としてもどのレポートを見ればいいのかということが、即座に分かるということで、活用してもらえるのではないかというふうに思っています。もちろん最終的には英語で出します。続きましてですね、個別にですね、注目される個別テーマということで、4名の方からご発言をいただこうと思います。で最初はですね、自由人権協会の、増見紗恵子さんの方からですね、特定秘密保護法についてです。特定秘密保護法は2008年の段階ではありませんでしたので、今回のリストボグイシューにも、ありません。ただ今回我々としてはぜひこの問題を、委員会の方でやはりきちんと取り上げていただきたいし、勧告として出してほしいということで今取り組んでおります。それではよろしくお願いします。どうも、JCLU の増見です。特定秘密保護法に関してはご参加の方々もそれぞれの関心をお持ちで、すでにたくさん活動されておりますでしょうから、今更中身について言う必要もないなと思いますので本題の方に入ります。まずリストオブイシューを見ていただきますと、裏側の19条のところに右の方に行きますと、秘密保護法について、レポートを作成している団体がいくつもあることがお分かりだと思います。国内でも後で紹介しますが、海外でもすでに国会での審議の段階から注目を集めてきた法律ということになります。で、私の方では1枚の2つ折りになっている資料と、それからこの特定秘密保護法は規約19条の保障するメディアと市民の知る権利を侵害するというレポートと両方お出ししています。後の方のレポートはまだ全体の了解が得られておりませんけれども、参考までにということで、配布しております。で最初の方の1枚ものの方でご説明いたしますが、まず多分報道に関わる方々はすでにたくさんの取材の現場でさまざまな観点からこの特定秘密保護法についての批判をお聞きになっていることと思います。で全体を整理しますと、政治的な観点から、例えば国民主権国家の中でその国家秘密の民主的統制っていうのはどうやったらいいのかっていう、そういう観点からの批判があります。それから今回の法律の制定過程で明らかなように、日米同盟に傾斜した例えば公安情報をアメリカと共有するために使える条項が密かにというか大っぴらにといいますか入っていることとか、そういう意味での政治的観点からの批判というのも強くありました。それからもう一つ、今度は法的観点から、例えば憲法の保障する知る権利やメディアの取材報道の自由の制約がこれでいいのかという批判がありました。また刑罰法規としてこんなにその広範でよくわからないもの、しかも本来既遂違反が原則であるのに未遂はもちろんのこと、教唆をしただけ、それから共謀しただけということでも処罰されるという規定がこれで良いのかという観点からの批判もありました。3つ目には、これは日本の歴史を振り返った上で歴史的教訓に学ぶ必要があるのではないかと、このような法律が最初に出ることによって戦前のような言論統制の全体的な法制が出来上がるのではないかという観点からの危惧の表明批判もありました。で、さまざま批判はあり得るんですけれども、今回私が申し上げるのはそのうちの法的観点からのうち、さらに、ジュネーブで審理がされるときに使われる人権規約の条項との関係でだけ簡単にご説明したいと思います。で、まず特定秘密保護法とは何かということですが、さまざまと言われていますけれども、法律的な観点から言うと、その市民の政府の持つ情報へのアクセス権というものを制約する、人権を制約する法律だということです。どうもこの点についての政府の理解は非常に甘いものがあるのではないかと思います。まず国家の安全のために秘密を守ろうということで始まった法律で、
こういう意味での市民の人権を制約するというそういう法律なんだという点の認識が非常に甘いというふうに思います。で、例えば人権規約の19条というのを見ますと、これ次のページを見ていただきますと、一応19条を引用してありますけれども、全てのものは表現の自由についての権利を有する、当然ですね。で、あらゆる種類の情報及び考えを求め受けおよび伝える自由を含むということになっておりますし、それからこれを制約するときには2つ他のものの権利または使用の尊重と国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護という特別なこういうものがあるときしか制約できませんよというふうに人権規約自体が決めております。で、その後長くなりますのでざっと見ていただきたいんですが、この規約の19条についてコンベンタールといいますか、解釈についての基準といいますか、詳細を人権委員会の方で意見として出しているんですけれども、これを見ていただきますと、そもそもその国家機密であれ何であれですね、政府の持っている情報へのアクセス権というのは市民は持っているんだということが大前提です。で、これを制約するときには必要性と比例性の厳格な基準に適合してなきゃいけないということが言われています。で、要するに必要最小限でないといけないということですね。で、その制限というのは法律でやらなければいけないし、その自由裁量に政府の自由裁量に任せてはいけないんだということも言っています。それからこれはしばしば国連では言われていますけれども、国の安全保障という名目で広範な制約がされるということは、これはいけない、そこは慎重でなければいけないということになっておりますので、とにかく細心の注意を払って厳格な要件で、その規制をしなければいけないということも書かれております。で、さらにですね、国の安全を脅かさない正当なその公益に関する情報公開を抑圧してはいけないということも明確に解釈の中で述べられています。ですから市民であれジャーナリストであれ、そういう公益の目的で、国の安全を脅かすような情報でないものに入った接近したものについては、その法律を発動するということはいけないんだよというところまで書いてあるんですね。ですからこのようなその人権委員会の見解に沿えば、今回の特定秘密保護法にはたくさんの問題点があることは一見して明らかだと思います。で、私どもとしては7月の審査の時にはいわばこの全く自由権規約の中でもその表現の自由というのはものすごく重要なものとして捉えられているわけですから、それについての委員会自体の見解にそぐわないこの法律というのがもう施行が目前になっている、そこの問題点についてきちんと明確な認識を委員の方々に持っていただいて、政府に対して建設的な勧告をしていただきたいものだというふうに考えております。で、人権規約以外にこれに関連しまして、諏訪根原則というのが10月ぐらいから広く知られるようになりまして、この観点からちょうど海藤さんが見えているので、海藤さんの方から諏訪根原則と秘密保護法との関係で、一言お話をいただきたいと思います。1分間、短く、はい、もう一個配られているこの、マスミさんが作ってくれた特定秘密保護法は規約19条の保障するメディアと市民の知る権利がある、これのですね、一番最後の11ページ12ページのところに主張をまとめておきましたが、ツアナ原則というのは一言で言うと、オープンソサエティ財団というところが作ったものなんですけども、国連の、規約人権委員会の今では入ってませんが、人権理事会の特別報告者とかですね、あとアフリカの人権委員会とか、ヨーロッパの、OSC の委員とか、そういう人たちも入って作ったもので、国際人権法の観点を踏まえていると思うんですが、19条に基づく今、増美さんが説明してくれたようなものをさらに細かい、具体的な法律の条項にしたらこうなるはずだというようなところまで、書いたものだというふうに、理解してもらえればいいと思います。で、特に、秘密指定と行政、秘密指定と書いて行政に一任するのではなくて独立した機関を設置するとかですね、秘密指定の期間を短縮して解除が原則であることを明確にする、
それから、最終的には全ての秘密が明らかになるように、知る権利の過度の制約となるような原発主義を改めるべきだといったこと、それから国の安全を脅かさない正当な攻撃に関する情報公開、こういったことはきちっとできるようにしなければいけないし、ジャーナリストや、NGO の活動家などが逮捕されるようなことはないようにというようなことを決めているような、一言で言うとですね、立法者ガイドというようなものでしょうかね、立法者に対するガイドラインのようなものとして作られているものです。で、その基本的な発想は自由権規約の19条にあるんだということを押さえておいてもらえればいいと思います。フランク・ラリューさんとですね、国連の人権理事会の特別報告者がツアーネ原則の策定にも関わられていて、ツアーネ原則の最後のところにですね、推薦文みたいなものが書かれているんですけれども、この原則についてはぜひとも人権理事会で採択してほしいということを言っています。採択というのはエンドースしてほしいということですね。そういう意味で、今議論いただいた19条に関する議論とツアーネ原則というのは同じとまでは言いませんけれども、限りなく近寄っているものだということを理解してもらえばいいと思います。今なんと福島みどりさんが来られて5月の8日に院内集会なので、これを宣伝しろという人だと衆議院の第一議員会館の国際会議室で、モートン・ハルプレニン氏を、このスライナー原則を作った張本人なんですけど、この人をお呼びして、院内集会をやる予定になっておりますので、皆さんのところにもお配りしましたけれども、ぜひお見いただければと思います。集会も9日には市民団体の集会、そして10日には日米連の集会があります。それもご宣伝しておきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで、福島みずほさんがですね、駆けつけてくださいましたので、本当に一言、大変申し訳ございませんが、一言お願いいたします。ありがとうございます。どうも皆さん、こんにちは。人権問題にずっと関わってらっしゃる皆さん、しかも、普通男が、男性が多いのに、なんとここは、6人のうち、5人が女性という素晴らしい、あ、そんなこと言って、というふうに、くだらないこと言ってすみませんが、やっぱりでもそれも重要なことなので、で、ここにいらっしゃる皆さんたちも様々なテーマで頑張っていらっしゃる皆さんだと思います。集団的自衛権の行使の解釈改憲や、秘密保護法の強行採決、国会の中で、ではなんとか廃止法案を出すべく野党で力を合わせようという議論をしているところなので、それはなんとか進めたいと思っています。で、国際人権規約 B 規約が今年の夏7月に議論がされるということで、またさまざまな人権問題をに関わっている人たちでネットワークを組み、また共有の課題として日本の人権状況を大きくアップさせるために一緒に頑張っていけたらと思っています。1988年、ジュネーブに行って、あ、こういう国際人権の活動ってあり得るんだと目から鱗が取れるぐらいやっぱり感激をしました。その後ここにいらっしゃる多くの皆さんとは確かに国際人権の活動の中で日本の人権状況を本当にアップさせようと努力をされて来られた方たちだと思っています。それぞれの個別課題はありますが、ネットワークを組んで日本の人権状況をさらに飛躍的に上げるために、国際人権そして B 規約へ向けて一緒に頑張っていきましょう。私も国会の中で、昨日決算委員会で捜査の可視化、袴田事件、それから証拠開示に弾用勧告、ヘイトスピーチに死刑とかやったんですが、なかなか法務省は答弁が弾用勧告は支持をされているとか言ってですね、あまりいい答弁がなかなか出ないんですが、でも、頑張ってですね、変えていきたいというふうに思っています。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に国会議員だからちょっと本当に党派を超えて国際人権基準を守る本当に日本を目指して頑張っていただきたいと思います。それでは引き続きまして、これも本当にこの間非常に問題になっているヘイトスピーチについてですね、人種差別撤廃 NGO ネットワークの諸岡靖子さんの方からご発言いただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ご紹介いただいた諸岡です。まず最初に資料の確認ですが、私の資料はヘイトスピーチと自由権規約委員会日本審査と書かれたものと、あと途中でご覧いただきたいのがその資料2の、質問事項に対する日本政府の回答の問い10というところです。それではレジュメをご覧いただきたいんですけれども、あまり時間がありませんので、もう4のその批判の要点のところに行き
たいと思いますけども、基本的にそのこの問題、ヘイトスピーチに関しての問題というのは、ヘイトスピーチ自体はまあどこの国でもあるんですけれども、日本の政府がその現実を直視せずに、むしろその国際的に隠そうとして、で何もやっていないということが、国際人権の観点から見て一番問題だということを、まあ今日はお話ししたいと思います。批判の4のところ、レジュメの4ですけども、ヘイトスピーチは日本に蔓延しているということを書いてあります。でこれについては説明する時間もありませんので、資料、その今日つけた資料のところを後で見ていただきたいと思いますが、例えば一例として、日本の新聞では私は見てないんですけども、朝鮮日報が昨日池袋で日本の局がナチスの旗を掲げてデモ行進をしたという記事を載せていました。で昨日もやってます。それから大阪の鶴橋の在日コリアンの多重地域で19日土曜日にまた差別街宣をやろうとして、それ自体は実現しなかったんですが、ただその水平社 の、 差別街宣事件で違法の判決を受けた本人がですね、1週間にわたって鶴橋の道路の駅前の使用許可を得てますので、今こうしている今もその当事者の方々はいつまた彼らがやってくるのかと、そしてまたゴキブリなどというようなことを言われるのかという非常に、大変な状況にあると。それはなぜかというと、日本の法律ではそれは違法とされていない、むしろ表現の自由として保障されているからという状況です。で、このようなその蔓延している状況であるにもかかわらず、現行法では特にヘイトスピーチのうち の、 その京都の朝鮮学校襲撃事件では確かに、有罪判決が出て違法な判決が出ましたけども、ようにその特定できる対象に対する攻撃というのは違法になりうるわけですけれども、現行法ではそれ以外の例えばその外線で韓国人皆殺しというようなものは違法ではないと、全くそれを規制する法律がないわけですね。で、特定人に対する場合も差別自体が違法とされているわけではなくって、他の法律、侮辱罪とか名誉毀損とか威力業務妨害でそういうものを活用して、いわば流用して現行法で一部対処しているというのが現在の状態です。それで、このような状態にあるわけですけれども、本来で言えばこのレジュメの1のところに書きましたけれども、その自由権規約20条の2項でヘイトスピーチ、差別的または暴力の扇動となる国民的人種的または宗教的憎悪の衝動を、唱えること、スピーチは法律で禁止するというふうになっているわけです。でこれについては日本は一切留保もしていませんから、法律で禁止する義務があるわけです。でこれはその1979年に批准しておりますので、もう今年で35年間もこの条項を放っておいていると、国際人法上の違法状態が続いているというのが現状です。でところがそれに対して日本の政府がどういう態度を取っているかということですけれども、2番のところ、レジュメの2番を見ていただくと、2006年、これ前回の政府報告書では現行法と現行法制度で20条2項の問題については適切に対処しているというふうに報告をしています。でそれに対して委員会から、そこに書いてあるようなそのヘイトスピーチというのに対して、刑法の条項を改正する考えがあるのかどうかという質問が出されたんですが、それに対する政府の回答は、いや適切に処罰できているから必要ないというふうに答えています。そしてその今回の政府報告書について、その3のところで資料参照とあるんですけれども、ちょっと私の勘違いで今回政府報告書は資料として配布されてないんですけれども、それはどう言ってるかと言いますと、前回の報告と同じというふうに書かれてますので、確かにあまり今日配布する必要がないほどで、全くちゃんとした報告をしていないと。でそれに対して、去年委員会から質問事項が出ておりまして、それが先ほどご紹介しましたその資料2の問10のところですね。問10のところで
これはまあ NGO の報告を受けてこのようなことをまあ聞いてくれたわけですけれども、ヘイトスピーチについて質問が出てるんですが、まあ、これに対するまた回答がひどいものです。これちょっと、まあ、全部読む時間はありませんけれども、基本的にその79と80のところで言っているのは、法務省の人権擁護機関では、外国人が人権を尊重しようなどとの啓蒙活動をやっていますと、まあ、これ以外は確かにやってないので言いようがないのはそうなんですけれども、それからもう一つこの質問で聞かれているのは、質問は2つの文に分かれてまして、第2文で聞かれているのはその日本人のみ、これはジャパニーズオンリーですね、いわゆる外国人を断りなどといったそのビジネス指定って、まあ、略されているんですけど、これいわゆる入店拒否、入居拒否、まあ、採用拒否のようなその意思表示に対して何をやっているのかということについて、その回答が81で、そのようなに限定した取り組みではないかと、まあ、さらっと流してますけど、そのようなものに限定した取り組みをやっていないので、まあ、こう書かざるを得ないということで、その結局、まあ、啓蒙をやっていると。それから82の以下のところでは、啓蒙や人権教育一般について述べてお茶を濁しているというのが状況です。ですので、私たちはまずそのヘイトスピーチが今蔓延している状況というのを、排外主義デモのその DVD などのその英訳もつけまして、レポートで提出して、でそれに対して政府がどのような態度を取っているのかということも報告して、ぜひともその自由権規約委員会に具体的にその直ちに対策を取れというような勧告を出してもらいたいと思っています。またその8月にも続けて人種差別撤廃委員会がありますので、7月8月とその日本政府の態度というのは国際人権基準に違反しているということを勧告を得て、日本社会にそれがどのような状況であるかということを知ってもらいたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、こちらも、この間さまざまな公示発言で問題になっております、いわゆる慰安婦問題についてですね、アクティブミュージアム女たちの戦争の平和資料館の、渡辺美奈さんの方からご発言いただきます。お願いいたします。こんにちは、渡辺と申します。今日は、アクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館とともに、日本軍慰安婦問題解決全国行動という日本軍を、の慰安問題解決するための全国組織、全国ネットワークとしても参っています。今日、ご報告を、展示会にしたいと思っているのは、日本軍慰安婦問題についてどのようにこの、自由権規約委員会で、取り上げられてきたのか、そして、第6回審査に向けて、どのような準備がなされていて、対応や政府はどのような対応をしているのかを、ご報告したいと思います。資料はこの WAM というふうに頭に書かれた1枚紙の、裏表になります。まずですね、資料、そのまま資料が全部下に続いておりますので、ポイントというのが4つあって、その下に資料1と書いてありますが、ここに自由権規約委員会による日本報告書審査のこれまでと書いてあります。実は、1991年にキム・ハクスンさんが名乗り出て、日本軍慰安婦問題が女性に対する重大な人権侵害、そして外交問題になってから、93年、98年と第3回、第4回の日本政府で日本報告書審査が自由権規約委員会でもありました。でここでは日米でを中心に情報提供もありましたし、審議でも取り上げられましたけれども、最終書見には残ってきませんでした。それが2008年の第5回審査に関しては非常に厳しい勧告が出たということになります。それはなぜかというふうに思われると思いますが、これは私の認識ですけれども、その1年前の2007年3月1日に安倍総理大臣、第一次安倍政権で慰安婦の強制、協議の強制はなかったと否定発言をしました。その後、否定の事実がいろんな形で、公示によってなされ、世界の人々がまだ日本はこの慰安婦制度の事実を認めてすらいなかったのかという認識が生まれていったと思います。そういうわけもあって、2007年の7月以降、米国やオランダ、カナダ、EU 等の機会で、決議、慰安婦問題の解決を求める決議が
なされてきました。つまりこのような国際的な関心、国際的な関心が高まった背景は、反日団体が情報提供しているとかではなくて、安倍政権の否定発言のに発端があると言って私は差し支えないと思います。でその2008年のその資料2のところが前回の最終所見になります。ここになぜというところが書いてありますので、短いのですね、読ませていただきます。委員会は締約国がいまだに第二次世界大戦中における慰安制度に対してその責任を認めていないこと、加害者が訴追されていないこと、被害者に提供されている保証金が公的資金よりむしろ個人的な寄付によって提供されていることおよびそれが不十分であること、これ国民基金ですね。そして慰安婦問題への言及を含む歴史教科書がほとんどないこと、および一部の政治家及び報道機関が被害者の中傷あるいは出来事の否定を続けていることに懸念を持って留意する、これが関心を持った背景になるわけです。そして韓国は締約国は被害者の大半が受け入れが可能で彼らの尊厳を回復させるような方法で慰安婦制度に対する法的な責任を認め率直に謝罪し生存している加害者を訴追し全ての生存者の権利として適切な保障を行うために迅速で効果的な立法府及び行政府による措置を取り本問題について生徒及び一般の講習を教育し及び被害者を中傷しあるいは出来事を否定するあらゆる企てに反論し及び制裁措置を取るべきである。この制裁措置というのは、昨年の、拷問禁止委員会でもない非常に厳しい勧告になります。このような勧告がありましたので第6回日本報告書審査では、下表参照と書いてありますが、野田政権時に日本の報告書が2012年10月9日出されています。下の表の左側の、コラムになりますが裏表に渡ってあります。基本的にここで語られているのは、この条約の訴求適用はなされるべきではないということと、日本はちゃんと対応してきたし、佐条約でも二国間条約でも解決しているのだ。しかもアジア、女性のためのアジア平和国民基金、いわゆる国民基金をやったのだというのが基本的な日本政府の主張です。これはずっと変わっていないんですけれども、それに対して委員会からの質問項目というのが資料4と、書かれているところにあります。でここでもとりわけですね、法的責任を認めることを考慮どのようにしたか、あるいは事実を操作して加害者を訴追するためにどのようなことをしたか、そして最後のラインになりますが、政府機関及び公的な人物による事実を否定しようとする最近の試みに対して措置を取るつもりであるか、これを委員会に情報提供しようというふうに書かれています。このように、基本的にはこのポイントとしてはやはりこの、個人による差別発言事実の否定に関しては、引き続きですね焦点になると思います。とりわけ最近のというのはちょうど橋本発言や、今回のもみのことなども含めてですね、報告をこちら NGO 側からはすることになると思います。で資料5に質問への日本回答というふうにあって下表参照、これが安倍政権がこの質問に対して返答しています。このような委員会からの質問項目に対しては全く答えていません。野田政権の日本の報告書とほぼ内容は同じです。ただ後ろを見ていただけると分かるんですけれども、同じようにこの、ですね、表の上の方でですね、右側だけにこの点についての思いは歴代総理と変わらない、この言葉というのはですね、ずっと菅官房長官がですね、国会答弁で何度も繰り返していますが、実は歴代総理と変わっています。そこが、上の方の左側のコラムで127番、我が国はかつて植民地支配と侵略によって多くの国々というふうに書かれているところがですね、隣の233、安倍政権では、日本の先の大戦に至る一時期、つまり植民地支配や侵略ということ、事実認識も削られています。そして隣に、その下のところですね、いかなる問題も平和的に解決するとの立場を堅持している。これも取られています。先の大戦における内外全ての犠牲者にという、哀悼の意を繰り返してきたと。でそしてまた128、野田政権では、女性の名誉と尊厳を傷つけた問題として心からのお詫びと反省の気持ちを表明してきた。
しかし234番安倍政権では、安倍総理はなぜここだけ安倍総理はって入れるのかよくわからないですけど、筆舌に尽くしがたい辛い思いをされたことの思い非常に心を痛めている。これは誰でも語れるような、これは自分の日本という国がやった犯罪行為の責任を感じている人の言葉ではないと思います。このように違うのに、この点についての思いは歴代総理と変わらない、全然違っているということをこの委員会に対しても情報提供していきたいと思います。というわけでこの審査ではポイントになるところは先ほど委員会からの質問項目にあったものであると思いますけれども、 NGO 側からのどのようなポイントを情報提供するかという意味では、日本政府の歴史事実の認識がどんどん後退していること、そして真相究明の不備といったあたりを提供していきたいと思います。とりわけ現在16人の被害者の証言の話などが話題に戻っていますけれども、この談話以降に発見された公文書で日本軍の関与および強制的な連行に関与した記録というのはたくさんあるわけです。その公文書を見ないと今2007年の閣議決定で言っているので、それに対しての反論もきっちりやっていきたいと思っています。で、今日ここで、記者会見をしているのは、ぜひ皆さん記者の方々にジュネーブに来てほしいということだからだと思います。私も何回かジュネーブに参ったことがありますが、なぜ今ここに日本にいる皆さんに、来てほしいと申し上げているかというと、ジュネーブ支局っていろんなものを兼任してて忙しいんですね。で、今日は WTO どこどこって言って、午前中もこっち行かなきゃいけないからそっち行けない、でそういうですね、かなり忙しいヨーロッパのエリアをカバーしているので、ここに落ち着いてですね審議を傍聴できない、やはりこの大事な人権課題について日本から、取材に行っていただきたいと私も切に願っているところです。でチラシでこちら世界は慰安婦問題の解決を求めているというからのチラシになっていますが、これは今年の5月審査の前にですね、アジア各国から被害者および支援者が集って謝罪と補償の具体的な形について議論をし、そして院内集会でそれを報告したいというふうに思っていますので、こちらにもご注目いただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひ報道関係の皆様、今日帰ったらすぐに出張費の申請をぜひ聴取していただければというふうに思います。それでは最後になりますけれども、袴田事件と、それから、今回の、最新、そして、日本の刑事司法ということで、名前庄司さんの方からですね、ご発言いただきます。日本国民救援会の名前庄司さんの方からご発言いただきます。お願いします。はい、黒一点ですけれども国民救援会の、普段は国際人権活動日本委員会の一員としてこの分野の運動に携わっております。冒頭でヒューマンライツナウの伊藤さんが全くこの勧告が実施されないままにですね、次の審査がやってくるというふうにおっしゃってましたけれども、本当に代用勧告とその下での取り調べの問題というのはその典型の一つでして、そのことをですね、なんとかこの状況を変えていきたい、この立場から袴田事件と刑事司法の問題についてコメントしたいと思います。一応資料としては袴田事件についてビラと声明を入れておきました。あとあまりマムさんみたいに綺麗なレジュメ作ってなくて申し訳ない。資料1の、先の勧告のですね、6ページ7ページのパラ18パラ19がその分野についての勧告になりますのでご参照ください。3月の27日に静岡地裁は袴田事件の第二再審請求において、再審開始とともに拘置の執行停止、これも決めてです袴田さんの、身柄をこの釈放するという、大変決定的な画期的な決定を行いました。これはもうご承知の通り BBC だとか、多くの国内外のメディアでも、報道をされたわけです。袴田さんのこの歴史的な決定によって死刑の恐怖から解放されて47年7ヶ月ぶりに東京拘置所から身柄が出ると、そしてこの決定は有罪の決定的な証拠とされた5点の衣類が捜査機関によって捏造された疑いがあると認定して、これ以上袴田さんを拘置続けるのは大
耐え難いほど正義に反する、こう述べて捜査機関を厳しく批判する内容でした。袴田事件は第4科目での自白の強要と警察検察の証拠隠しという冤罪を生み出す日本の刑事司法の構造的な問題、改めて浮き彫りにしたと思います。まあ、第4科目、まあ、つまり弁護士の立ち会いも何もなしに、可視化もなしに23日間にわたって警察のもとに身柄を置かれると、こういう制度というのは本当にその、まあ、およそ世界に類を見ない、まあ大体24時間からですね、まあ、48時間、まあ、イギリスが先進国では、イギリスが重罪でもって、4日間72時間ですか、まあ、これが最長ということですから、その第4監獄での取り調べ、さらに1日のこの取り調べ時間でも袴田事件では平均12時間、最長で16時間20分という記録も残っている。で、全く拷問というべきこの取り調べが20日間続いて、袴田さんは自白をさせられたわけです。で、5点の衣類の捏造については本当にこれ許しがたいことですが、問題はそこにとどまらないんですね。おそらく事件当時この捏造の事実を知ってた人はごく捜査関係でも一握りの人ではないでしょうか。 ですから出てきたこの証拠というのはちゃんと裏取りの捜査が行われている。で、ズボンがですね、袴田さんには小さすぎて履けないじゃないかと当時から言われていたんですが、まあ、検察はいや1年間味噌に浸かったから縮んだんだと、まあ、これでまあ裁判も通っちゃった。まあ、その最大の根拠の一つがですね、このこうタグがありますね。このタグに記されていたアルファベットの B という表示が、まあ、サイズのビータグラスモンだということになっていたわけです。ところが当時捜査員はちゃんと製造元の会社まで、ね、行ってですね、従業員から事情を聞いて2通の調書を作っている。そこには、この寸法 B という記載は色を示すものであってサイズを示すものではなく、ズボンのサイズは大体4号だということまで、調べた上、それを隠して、つまり捏造された証拠をさらに証拠隠しまでやってですね、袴田さんを死刑の恐怖とともに48年間閉じ込めた。まあ、本当にどこまで闇が深いんだと、まあ、こういう実態が明るみに出ているわけです。その他にも袴田さんのアリバイを示す同僚の供述調書など多くの無実の証拠が隠されていることが分かっています。袴田事件だけではありません。前回の第5回の審査が行われたのは2008年ですが、その後相次いで無期懲役の事件、2010年に足利事件、2011年深川事件、2010年いわゆる東電 OL 事件、ここで、再審無罪が確定をしました。足利事件や深川事件、これはもう第4幹部で強要された嘘の自白が、決め手となった事件です。まあ、深川事件や東電 OL 事件、これは無実の証拠が開示されないまま長年にわたって隠されてきた。まあ、深川事件では、重要な目撃証言や第三者の存在を示す毛髪の鑑定書、自白とは全く異なる死体の検案書、まあ、こういったものが30年にわたって、東電オイル事件では被害者の体表面に付着をしていた、大型の血液型を示す唾液、これはあの事件直後に検出されていたにもかかわらず、この事実を隠して B 型のゴビンダさんを逮捕していた。本当にこういった実態というのは、この重権規約がですね、誠実に履行されていれば起こり得ない問題のはずなわけです。まあ、しかし、例えば第4監獄というこのその言葉が、まあ、不名誉な日本語として国際的に知られるようになってもう30年にもなりますけれども、いまだに日本の政府は抜本的な制度の改善など一切行っていない。前回第5回の重権の審査では、第4監獄の廃止、さらに、あるいは規約14条の完全な実施、取り調べの弁護人の立ち会い、逮捕時からの法律扶助、全医療記録を含む、警察記録の開示、起訴前の保釈といったことが勧告をされました。初めて、前回ですね、踏み込んだんですね、この第4監獄の廃止ということについてね。ですから本当にその第4監獄そのものがやはり本質的に危険であり、規約に違反する、廃止すべきだということを明確に、第5回の勧告では強調しているわけです。また、取り調べの規制についても、これも取り調べ時間の制限に、拘束力制限に、規制がないと、これは制裁や罰則をもって法的な規制を行うべきだ、
つまりそれに違反した捜査官はこの罰を受けるべきだという、まあ、そういうことまで踏み込んで、勧告がなされてきています。まあ、本当にこの総括所見、この勧告は代用監獄制度を温存し、あるいはこの自白に依拠しようとする日本のこの刑事捜査制度、刑事司法の全面的な転換を求めているわけです。まあ、前回からさらに具体的なさまざまな諸事件で、この冤罪誤判の実態が明るく出ている以上、第6回の政府報告審査、このままいけばより一層厳しい批判にさらされることはもう火を見るよりも明らかだと思います。ただ大切なことはですね、私たちこの決してジュネーブでですね、日本政府の代表がこの人権機関の委員から追及を受けて思わずシャラップと叫んでしまうようなですね、まあ、そういうような姿を見たいわけではないわけです。もっともっと建設的な対話が行われるということ、そして、本当にこの日本の人権を前に進んでいくようなですね、そういうその対話が行われるということを委員会も望んでいるでしょうし、私たち NGO もそれを願っているわけです。代用監獄、またその下での取り調べについては、この袴田さんの事件、死刑再審事件での拘置の取り消しという決定的な歴史的なこの決定を大きな一つのチャンスとしてですね、大きく舵をこの切り替えると、そういうチャンスにしてほしいと。また今の法制審の新時代の刑事法制度特別会でいろいろと議論がされております。まあ、可視化が骨抜きにされたり、この証拠開示が棚上げという問題がありますけれども、改めて袴田事件の決定を正面から受け止めて一から出直して議論をする、そして文字通り新時代にふさわしい、そしてこの国際水準に合致した刑事法改革の提言をこの出してもらってですね、それをもって7月のジュネーブに日本政府が代表団を送ってほしい、そのことを強く求めて、私からもコメントしたいと思います。長くなってすみません。はい、ありがとうございました。リストオブ遺書をご覧いただければ分かると思いますが、日本の刑事司法に関する、質問非常に細かく多くなっています。それほどやはり関心が高いということです。で、代用監獄繰り返し批判を受けているにもかかわらず、日本では、取り調べの可視化ほど関心が、これはメディアの中でも、それほど報道されていないような気がします。ぜひこの、自由権規約の審査を機会にですね、代用監獄制度について、注目していただければと思います。それでは予定をかなりオーバーしておりますので、本当に短くしたいと思いますが、その他の団体をいくつか紹介したいと思います。レポートに表に載っている入っているですね、ちょっと団体に限定させていただいて、ご紹介したいと思います。で、時間がないのでですね、各団体、30秒って言ってましたけれども本当に15秒ぐらいでお願いします。で、マイクを持っていく時間もございませんので、ちょっと大きな声でご発言をいただければと。あ、マイクお願いできますか。すいません、増美さん、それではまず移住連の方をお願いします。移住連、あ、いさせですか、すいません。じゃあ、板橋高校卒業式事件と、はい、長い名前ですが、板橋高校卒業式事件から表現の自由を目指す会ということで、規約19条の、表現の意見と表現の自由の権利と日本の公共の福祉概念の問題についてレポートしております。はい、ありがとうございます。続きまして、監獄人権センター、はい、こちらです。はい、韓国人権センターは刑務所の拘禁の問題、そして死刑の問題について、おそらく国際人権団体の FIDHWCADP というところと一緒にレポートを出すことになると思います。続きまして、国際人権活動日本委員会、国際人権活動日本委員会の増田です。今日私どものに参加しております団体会員、それから個人会員の方も参加しております。今回のリポートの執筆を担当された方たちです。私どもの出した内容は先にわたっているんですけども、簡単には死刑確定者の待遇の問題、それから特定、それから治安維持法犠牲者の国家賠償の問題、それから日の丸君側の強制の問題、それから障害児の権利問題、それから日
藤丸君側で処分された人先生たちに対する個人情報保護条例の問題、それから日本航空不当解雇事件、この問題も訴えます。それから許可者検定制度の問題、それから昨年無実になりました深川事件の犠牲者に対方々の国家賠償訴訟の問題、それから戦後に行われました戦後最大の人権侵害といわれておりますレッドバージ犠牲者の救済の問題、この問題を提出しております。以上です。はい、ありがとうございます。続いて、全国精神病者集団、お願いします。全国精神病者集団の関根です。現時点では障害者基本法に設置根拠がある内閣府の障害者政策委員会に委員をしております。山本真理が、ちょっとかなり変化ミスがあるんですけども一枚ものを作っておりますのでそれをご覧ください。全国精神病者集団はすでに、すいません ちょっとだけいやちょっとお願いします。本当に守ってください。じゃあ見てください。はい、はい、資料お願いします。次、なくそう戸籍と婚外子差別交流会、いらっしゃいますか。はい、なくそう戸籍と婚外子差別交流会の田中です。挟み込み文書の一番最後にですね、婚外子差別の状況についてという資料をまとめてありますので、ぜひ目を通していただければと思います。今回4度目の訴えになります。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。あと、すいません、国内人権機関と、選択議定書の実現を求める共同行動、すいません抜かしちゃってました。はい、人権共同行動と略称します。寺中です。こちらの方では国内人権機関、これは国際人権条約の国内実施をするための機関なんですが、要するに国内実施体制が全く作られてない日本の状況に対して、この機関を設置するように今回また強く言っていこうというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次は、在日本朝鮮人人権協会、お願いします。はい、在日本朝鮮人人権協会です。資料は A4 裏表あります。高校無償化からの朝鮮学校除外問題についてその是正を求めて活動しております。よろしくお願いします。はい、続きましてじゃあ後ろ、はい、反差別国際運動です。先ほど人差別撤廃 NGO ネットワークの話があったかと思うんですが、ヘイトスピーチで、その他に今日は来てないですけれども、アイヌ、それから琉球、沖縄の問題で条約26条27条に関して、訴えます。それから、袴田事件の話がありましたけれども、今最新で、証拠開示が保証されて、あ、分かりました、証拠、それで再発防止に関して訴えます。そしてここにいない、よかった、大曲さんがずっと資料を見させてくださいましたので、移住連の大曲さんが、はい、じゃあそこでお立ちお願いします。移住労働者と連帯する全国ネットワーク事務局次長の大曲由紀子と申します。移住連といたしましては、こちらの方で今回の住建規約のレポートをいたします。人権集といたしまして、外国人技能実習制度、今大変話題になっております。再入国許可制度、特別永住者の提示、特別永住者証明書の提示義務と在留カードの常時携帯義務、移住書生の抱える問題、非正規滞在者の退去強制、難民問題、そして外国につながる子どもたちの教育、子どもたちの国籍、そして人身取引、移住労働者の権利、そして最後に移住連の方ではないかもしれませんけれども、在日高齢の年金問題を取り上げる予定でおります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっと以上で終わらせていただきます。で、すいません、記者の方々がいらっしゃいますので、ちょっと時間をオーバーしたんですが、ご質問あれば、記者の方ぜひ、お願いいたします。今日こちら並んでる方々でも結構ですし、それ以外他の、今発言した団体に対してでも結構ですので、質問等あればぜひお願いいたします。報道の方もしよろしければ、社弁と、質問はないみたいだから私が質問して、報道関係だけにちょっと限らせていただきます。すいません、申し訳ございませんが、報道関係ないです。報道関係の方なんですか。内外毎日ニュースの長と申しますけどね、日本の政治家たちの要するに暴言はヘイトスピーチに回答しますか。
日本の政治家の暴言、具体的には例えば、まあ、今安倍の暴言もそうだし、いろんな政治家たちの暴言が有名があるじゃないですか。それに対しては全般的に、どうですか、諸岡さんか、あるいは、どなたか。マイク一つ。ヘイトスピーチっていうのは、差別、まあ、人権規約に関して言えば、その人種や民族などの、属性を理由にして差別されているマイノリティ の集団に対しての、その攻撃、もしくはその差別を煽る発言のことなので、まあ、そのような定義に照らして公人の暴言は当たるものもあるし当たらないものもあるということです。簡単に、はい、はい、他に報道関係者の方ご質問ないでしょうか。はい、じゃあこちらの方、石坂さんお願いします。フリーのジャーナリストの西中と言います。ですね、まあ、今まで、日本政府に対してさまざまな勧告が出ているんですが、詰まるところ、まあ、NGO とかですね、市民団体とやっぱりきちっとこう、議論する場がないと、要するに、まあ、それ国内人権機関を作るということに尽きるのかもしれませんが、その辺 その日本政府の市民社会に対するその対応の仕方についてはどのような訴え方をされるのか、まあ、これは共通の課題だと思うんですが、その辺についてお願いします。これは例えば、伊藤さんか、あるいは今のところ日本政府に対してこの件で、外務省人権人道課に対してですね、2週間ほど前からですね、まあ、NGO とコンサルテーションをしてほしいと、日程の調整などを早く連絡してくださいというふうに連絡をしておりますが、まだ一切ご連絡をいただいてないという状況で、非常に対話が難しいという状況ですので、この現状をですね、なんとか皆さんのお力も借りて、そういった状況をメディアでも報道していただきたいと思いますけれども、変えていく必要があるのではないかというふうに思っています。今の追加で、はい、住建規約 の委員会の中では、その問題はどのように扱うんでしょうか。国内人権委員会の問題としては扱うんでしょうか。NGO との間で対話が持たれていないということに関しても、ブリーフィング、事前ブリーフィングなどでは、議題にして、韓国、きちんとした韓国をもらいたいというふうに思っています。寺中さん、ありますか。今の質問に対する補足ということでお願いします。ご質問に対しての答えは、すいません、今のご質問に対する答えとしては、自由権規約委員会は、これまで、あるいは他の委員会もそうですが、これまで日本の、NGO と政府との間の対話がちゃんときちんと行われてないという点において何度も懸念を出しています。で、日本のその NGO は特に自由権規約に関しては、非常に大量の人数が住建規約 その審査の場に行くんですが、これはどちらかというとちゃんときちんと対話ができていないことの証拠であるというふうにも受け止められています。ですので、そういう意味でちゃんときちんとできていないんだよと、だからそれで我々ここに来るしかないんだよというような形での多分訴えを代表の方ではするだろうと思います。すいません、今の質問に対する回答ですか。はい、じゃあ手短にお願いします。前になりますか。実はゴム特許市場薬委員会で厚生労働省が言ってなかったんですよ、精神保険の問題で質問が出てるのに。で、答えられませんって言うんですね。で、僕はふざけんなっていうことで、今度は厚生労働省にぜひ言ってくれと、所管官庁が言ってくれということを要請しています。はい、それでは、時間が15分くらいオーバーしてますが、最後にまだ、最後にこれはけはというご質問、報道関係の方からございますか。あ、じゃあすいません、こちらの方お願いします。レーバーネットテレビ寺島です。 NHK 会長の問題ですが、いろいろ言われていますが、本人は、公的な場、記者会見の場で私的なことを喋ったのは間違いだったという取り消しはしていますが、自分の発言自体が間違いだとは言っていません。それでこの先ほど紹介された BAM の資料4の中の政府機関及び公的な人物うんぬんうんぬんというところに該当するのかもしれませんが、 NHK 会長というのは経営委員会で選ばれるということで、政府がそこについてとやかくこうやるという行政的な権限は直接的にはないのですね。で、そこでここの中の
そういう試みに対して措置を取るつもりであるかの措置についての内容ですが、例えばそういう今安倍総理は報道機関とかお友達の人たちがいろんな発言をすることについて、何も言わないという態度をとっているんですが、それはその措置についてのこの規定についてから見るとどういうことになるのかというのはちょっとお尋ねください。要するに野放し状態にしているということなんですが、措置の中身がどういうことを具体的に指している可能性があるか、はい、ということでしょうか。あるいは援用できるかっていうこと、はい、こちらの方は渡辺さんの方で、はい、この条項そのものについてではないんですけれども、人種差別撤廃委員会の方でその措置についてどういうものを含むかということを、韓国で、一般的勧告で説明してまして、でその中にはその法律だけではなくって、その行政的な指導なり、まあ、勧告なり、まあ、行政的なその懲戒処分のようなものも含めて、政策的なものも含めて入るというような解釈を出してますので、それを生かすことはできるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。それでは、はい、追加1点、はい、じゃあ、はい、お願いします。すみません、西中です。今日は伊藤和子さん全体の方に話回られていたので、まあ、グローバー勧告とかですね、その被爆の問題についてはほとんど今日お話しされなかったんですが、それは今回の自由権規約の中で、この意思の中には原発の避難の問題とかも書いてあると思うんですが、ちょっと一言、どういうふうに、ちょっと問題、どういうふうな訴えをされるのかということをお聞きしていいですか。あ、そうですね。昨年、2013年の5月にですね、国連の健康に対する特別報告者のグローバーさんという方がですね、日本に対する、福島原発事故後のですね、情報に対する権利であるとか、参加の権利であるとか、それから、まあ、健康に対する権利、これに関して非常に問題があるということで、是正を勧告されていますが、日本政府はまた他の条約と同様にですね、拘束力がないと、しかも個人勧告、個人見解なので、従う義務はないということで、ほとんどの勧告をですね、受け入れないという問題がありまして、非常に深刻な問題が続いております。まあ、福島原発事故後のですね、さまざまな人権問題今も継続中ですし、まあ、日本における最も深刻な人権問題の一つだというふうに思いますが、国連の勧告に従わないという状況が続いております。でこの問題ですね、自由権にも非常に関係しているものですので、私たちヒマライチナウとしてもですね、情報提供するつもりですし、日米連の方でもですね、情報提供されるというふうに聞いておりますので、自由権規約委員会でもですね、この非常に異常なですね、事態についてですね、是正の勧告がなされることを期待しています。はい、ありがとうございます。それでは20分近くオーバーして、こちら の司会の方の不手際で本当に申し訳ございません。今日はたくさんの方ご参加いただきましてありがとうございます。特に報道関係の方、ぜひ7月にジュネーブの、審査、日本審査の取材をしていただければと思います。7月自由権、8月自主差別撤廃続きますので、ぜひ連続的に、日本で日本の人権状況を問われている問題について、取材を、していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日はどうも、長時間ありがとうございました。